い、どうも皆さんこんにちは、ゲームかげです。本日はですね、スペシャルゲストを連れてきましたのでご紹介いたします。自己紹介お願いします。よーお前ら、アンパンチャンネル総隊長アンパンでございます。よろしくお願いします。お願いします。でね、後半のね企画なんですけど、まあ軽く対談しながら、まあシーズンマッチをバックに話していけたらなということで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でまあ僕の方から、まあ交互になんか質問していく感じでいきたいと思うんですけど、まあ先に行かせていただきます。まあシーズンマッチちなみに自分は回しますんであ、了解です。俺もねちょっとシーズンマッチ回しながらこれなんかもう自己満になりますけどね、画面は確かにバックで、まあ普通に楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。まあ質問というか、これに関してはお祝いなんですけど、最近6000人突破しましたね、登録者。ありがとうございます。おめでとうございます。 そういう影さんは9500人でしたかねおお、ちょっと待ってよ、ね、沈まするとこういうミラクルが起きるんですね。ちょっと今某有名プレイヤーと当たりました。え、誰ですか北斗さんですね。北斗さん、 しかもあれですよね、宴でしたっけ、戦でしたっけ、なんか出てましたよね。そう、なんかダブルスかなんか出てなかったでしたっけ。ああそうですね、やっぱりその方が。でしかも使ってるデッキがアルベルティーネっていうね、新しい駒ですね。早速、非常に欲しい自分もちょっと今僕も全然当たってないんであれですけど、羨ましいな。とりあえず裏ですごい猛者と当たりながら質問を受けていこうと思います。はい、一応まあ自分としては、まあこれが1個目のな質問ではないですけど、お祝いの方させていただきました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。僕もねちょっと夢は大きくね、今年中に1万人目指してるんで、全然動画上げてないですけど。なるほど。けどショートの方すごくないですか、勢い。すごく、そうショートはね結構味しめてて、はい、メイン動画よりもなんかショートで人を集めようかなって最近のねちょっと野望がありまして。なるほど。なんか結構オセロニアの YouTuber の特徴として、なんか割とみんな冷静にやるじゃないですか、なんか盤面見て、はいはい、その概念をぶっ壊すためにはいはいはい、自分は叫んでやろうかなっていう、そういう腹積もりなんですけど、自分のチャンネルでしかない強みっていうのを出していくのがすごく YouTube 大事だと思うんで。そうですね、なんかねやっぱりよく X とかでも言ってるじゃないですか、なんかこのデッキばっか湧いてるとか確かにマンネリ化っていうのが嫌なんですよね、どうしても。なるほど。なんか動画でもいろいろあんまりそのガチガチじゃないところを使ってるとき見ますよ。割りかしすごく面白いですね。割とねちょっとねネタ寄りになっちゃうんですよね、どうしても。なるほど。なんか自分は逆にそのガチに傾きすぎて視聴者を楽しめれてないなって正直思うんですね。そこはちょっと難しいなって最近自分のチャンネルでは思うんです。いやでもね、いや最近すごい思うんですけど、ランカー取るのもね結構しんどいなと思って。で、確かに、まあ、そう考えるとなんかずっと金冠取ってるのすごいなとか最近 すごい思うんですよね、そういうの。え、金冠は取ってないですよ、ちなみに2月以降。あ、マジですか。なんか俺そのツイート見たからだっけか、先月の13位だったかな、先月は13位だったんですけど、なんかすごい金冠をバリバリ狙ってるイメージがあったの。まああれはちょっと遊びとして配信でなんか何十時間やってたら勝手に順位上がってただけなんで。いやなんかもうね、ゴリッゴリに沈まをぶん回してるイメージしかないですねなんか常になんか配信を見に行くと静間をやって配信を見に行くとか、ずっと配信をしてるイメージがありますねけど最近マジテストがやばくて本当にできてないですよ、配信
やっぱ難しいですよね、結構配信継続でやるのがわりかし難しいんで、いやどうしようこれ、すごい、まあ、やりすぎてまったなって思う時があるのは、なんかあの自分が本当に時間がある時にアホみたいな時間でライブ配信しちゃうから、それを求めてやってくる人たちが満足できなくなっちゃうんですよね、自分がこうやってテスト期間入っちゃうと。ああできないからそんなちょっとたまに言われるんですよ、なんで配信しないんですかみたいないやでもね、あの毎日配信って難しいと思うんですよね。いやマジ難しいですね。いや自分もね、なんかあの場所は違いますけどね、ずっとミラティブやってて知ってますよ、見てます。ミラティブももう多分ですどんぐらいですね、1500日もっといってんのかな、ミラティブもだいぶやってますね。確かになんかあの15分の配信はされてるのは僕も見てますそう最近ね、それもねなかなかできなくなっちゃって、なんか昔はね、なんかその2時間とか3時間平気で配信してたんですけど、けどやっぱりまあずっとまあその時間があるわけでもないですからね、やっぱり最近思ってるんですけど自分も。そう難しいんですよね、やっぱりなかなかね、その YouTuber っていうなんかカテゴリー自体が結構割と世間的にはあんまりいいイメージないじゃないですか、なんか楽してるみたいなあの大手の YouTuber だと楽して稼いでるみたいなよく言われてますけど、全然そんなことなくて、なんか正直自分たちが YouTuber 目線だから話すと正直相当努力してますからね彼らも。多分そうなんですよね、普通に毎日配信して毎日企画を考えてサムネ作って編集してって考えてる時点ですごいと思いますよ。そうですね、やっぱりその、まあ、そう自分が YouTube やってるか見えてくるけど、多分見てるだけの人だとさ、あの遊んでるみたいな、なんかゲーム実況してそういう風にしか見えないのかもしれないけど、本当に YouTuber は努力してますからね裏で。そうですね、見えないところで本当日々のネタを考えるのが一番難しい確かにそうですよね、そこは感じるところありますね自分もやってて。逆になんかあのゲームかけさんってどっちかっていうと配信をメインにやってるじゃないですか。はい、僕の動画ねまだまだですその配信をメインにやってるってのがなんかすごいと思って、そのなんか毎日ね、まあ配信もなんか視聴者のコメント見ながらってのもできるんですけど、なんかずっとなんか自分の静まをさらけ出しながらずっとなんか喋りながらって結構難しいと思うんですよね、自分もミラテブやってて思うんですけど。あれですね、ミラティブだと読み上げボットあるからめちゃくちゃいいなって思うんですけど、 YouTube ないですからね、なんか導入すればいけるらしいんですけど、自分があまりにも機械落ちすぎていけないです。そうですね、 YouTube もねそういうのあったらいいんですけどね、もうデフォルトでついててほしいここもね一時あの動画撮影じゃなくて配信とか YouTube でやったりもしたんですけど、なかなかねなんか使い勝手が違うんでミラティブと。確かにそうっすね、ミラティブの方が正直配信としては向いてますよね、バイトとしては。そうっすね、そっちの方が絶対やりやすいと思います。そうっすね、やっぱりもうミラティブはもともとなんかなんて言えばいいですかね、配信向けのアプリなんで、あれはしかもあのあれがついてるじゃないですか、なんか地味に VTuber チックなのエモモって言うんですかね。ああエモモついてますね、ああいうのもすごくいいなって思うし、非常にいいアプリだなと思ってますね。自分もやってたんですけどね元はやってました、やってましたね、一応配信してたんですけどなんかやめました理由忘れちゃったけど。いやなんかミラティブね結構なんか賛成派の人と反対派の人がすげえくっきり分かれるんで、あれで、あれ反対派とかあるんですか。あミラティブってねなんかそのすごい大人の話になるんですけど、はい、YouTube みたいに収益化ができるんですけど、あれで
できたんすか。できるんす、できるんすけど、ミラティブはね、なんか収益化がね、あんまりなんか良くないんすよね、あのなんか金額的に、なんかあんまり美味しくない。なんかすごく稼ぐ人でも1ヶ月10万までだったかな、確か。こんなこと言っていいのか分からんけど、こんなにこんなになんか明確なこと言っていいのか分かんないですけど、あ、いいんじゃないですか。別に視聴者多分こういうの面白いと思います、視聴者見てて。今の対談の間に新デッキに2敗しました。いや今ね、今ね、自分が一押しだけどサマリにダメマスをちょっと、ぶん回されてちょっと。あー、ダメマス最近めっちゃ流行ってますよね。はい、そう、あのね、それも考えてたんですよ。てかね、はいはい、俺間違えたんですよね、あのさっきの BO3 の時に、はい、そう、カマリリーダーで、はいはいはい、あのカマリにハピアをぶち込んだマスデッキを作ってたんですけど、なんかそれを結局そこを使わずに終わっちゃったんですよね。けどあれを出すってなるとちょっと 2-0 だとちょっと出しづらいですよね、あれも正直。そう、あれも結構面白いかなと思いつつ、なんかあの何出そう何出そうって考えて、そこでね、なんか面白いデッキに走れないっていうのがね、ちょっと不甲斐なかったっすわ。今思い出しました、そのカマリの話を聞いて。けど YouTuber としては立派だと思います。もうなんか自分はもうそのネタとかもう一切考えてないで、まあ、動画やってるんで、まあ、それが多分動画が伸びない理由だと思うんですけど、ここでレベルの違いを感じますね、本当に。いや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 、やっぱね、なんだろうな、なんかそう、逆なんですよね、多分。俺はどっちかっていうと、なんかガチからだんだんネタに走ることによって、なんか負けてもいいんだみたいなね、なんか保身に走ってるのが自分は。なんでいつだったかな、3ヶ月か4ヶ月ぐらい前に1ヶ月 S8 縛りみたいな変なことしたりとかしてましたけど。見てる分にはすごく面白かったですあれ。やっぱね、なんか裏でちょっとポイントを持って戻さなくちゃみたいなね、なんかちょっと汚いところを見せたりとか。なるほど。まあ撮影の裏には結構過酷なこともあったと思う。そうですね。でネタに走りすぎると今度は勝てなくなりますしね、難しいですよね、やっぱり。そう、なんかネタとガチの入ってくるのすごく大事ってことですね。そう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 、なかなかね、なんかネタデッキでずっと勝てればね、それがまあ一番理想なんですけどね、動画撮る上でおいて。いや本当にこの形式でやれて勝ててるマッピー会長すごくないですか。あの人ネタデッキ使ってもちゃんと勝てるんですか。そう、なんか割とね、なんかX の結構最近オセロニア始めた人か分かんないですけど、割となんかあんまりその人の名前出すのは良くないかもしれないですけど、マッピー会長で割となんか叩かれてるじゃないですか。なんかそうなんですよ。なんで僕はそういうのがちょっと嫌で、なんかその昔は強かったかもしれないけどみたいな、なんかそういうの聞くんですけどね。実際今も実績がありますし、そのなんか たとえあの昔が強かったとしても今も強ければそれで良くないかっていう、なんかね、多分そうオセロね やってる人が悪いんじゃないと思うんですけどね、なんか叩きたいんでしょうね、多分。ああいうなんかそういうケースいますよね、やっぱり。ああいう X みたいなところだとみんな叩きたいんでしょうね、きっと。自分も2月の時になんかツイッターやってなかったら分からなかったんですけど、なんかめっちゃ炎上しますよとかいろいろ言われましたからね、なんか知らないけど。そう、割とね、なんかなんだろう、なんかちょっとしたことを割かし叩かれるんですよね、はい。まあ昔はね、なんかそういうコメントとか一個一個になんかとつっててたんで、よく喧嘩してたんですけど。大変じゃないですか、一つ一つに戦うのってすごいと思いますね。そうなんで、 YouTube やる上で一番大事なのは多分あんまりそういうアンチを気にしないことなのかなと思いながら。ああ、なるほど。なんか僕個人の考えなんですけど、アンチはアンチでいいのかなと思って。ああ、プラットフォームって本当に何千万とか何億とかそういう人が使ってるわけじゃないですか。そうですね。その中
中の1人や2人に嫌われたぐらいで別にいいんじゃないかって個人的に考えてるんですよ。残りの何千万何百万の人の中からのうちから1人に嫌われたってだけでって捉えたら結構流せるようになるんですよ自分。まあ結局はそう、多分万人受けって難しいんですよね。なんで、まあ、この人には好かれるけど他の人には嫌われるってのも当たり前なんですよね。なんかその学校とかでもそうですけど、はい、クラス全員友達になれるかっていうとそうじゃないじゃないですか。ああ、そう、無理っす、難しい。なんで、まあ、万人と、そう、でもなんかこういう配信をメインでやるからにおいてはなんかせめてね配信見に来る人とかは全員なんか名前を覚えて、はい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 、なんか友達みたいな関係でいたいなっていうのが理想なんですよね、ぶっちゃけた話をすると、はいはいはい、確かに確かに。そう、自分の中で目指してるのがそのなんか視聴者との距離感が近い配信者を目指してるんで、視聴者としても配信者としても楽しいですもんね。そうなんでリアイベとか行った時もなんかあの時コメントさせてもらいましたみたいなの言われた時に、まあぶっちゃけた話をすると全部が全部覚えてるわけじゃないんで、はい、あの時のってならない時もあるんですけど、はいはいはい、そんでもねなんかそういうこと言ってもらうと嬉しいんでね。いや嬉しいっすねやっぱりね。そういう交流をどっちかっていうとオセロニアずっと続けてる原因ってそこじゃないですかね。なんかゲーム本体も僕は好きですけど、なんかそのやってる人との絡みみたいな、やってるからこその絡みが面白いところもありますよね。そうですね、なんか結構これはちょっと学生じゃなくて大人目線になるんですけど、そのオセロニアやってた、オセロニアで知り合った人と一緒になんかご飯食べに行ったりとか飲み会行ったりとか、ここ2、3年で結構そういうことするようになったんですよ。宴の後とかそういうそのリアイベの後ってみんなでご飯行ったりするんですよ。そうそうそう、結構ねその場で集まって行ったりとか、最近だとその宴とか関係なしで、まあ自分はどっちかっていうとその中部圏のオセロニアンで集まって、例えば愛知だったら愛知で集まって5、6人で飲んだりとか、はい、そういうのも何回かやりましたね。あ、いいっすね。なんか自分宴行ったんですよ、今週の、あ、今月の。はいはいはい。なんですけど、やっぱりちょっとあれなんですよ、家の関係でちょっとね、家の都合とかじゃなくて、普通に家との距離が遠いから、ちょっと早く帰らんと終電間に合わなくなるみたいな感じで、あ、早く帰っちゃったんですよ。崩壊しましたね、それ。聞いたらやっぱり、みんな、ご飯食べ行ったりするんですね。そう、ご飯食べに行ったりとか、人によってはなんか前入りして、はい、なんか前日のうちからもうねなんかカラオケ行ったりとか飲み会行ったりとか前夜祭みたいなのしてる人もいましたね。宴はそうでしたね、特に。僕も今年の宴は前日に、まあ、当日行けない人と一緒に飲み会して、で当日の朝もその一緒に行く予定の人と飲み会してカラオケして、で宴してその後飲み会してって感じだったんで。そう、宴の時ねあれだったんですよ、あの時はめっちゃ運が良くて、結構これどうなんだ、言っていいのかな言っていいのか分からないですけど、宴終わった後のメンバーが KG さんとか、はい、あとマッツーさんとかね、もうすごいっすね。その辺のメンバーがいて、なんかやべえゴリゴリのメンバーでやってるやんみたいなねああ、そんな感じの飲み会でしたわ。でも飲み会って言ってもね、まあ、未成年もいたんで飲んでない人もいましたけど、普通になんかそうですね、そこはちょっとしょうがないと。そうなんかね、今昔って居酒屋って割となんかその未成年が一人でもいたらダメですよみたいなところが多かったんですけど、そう最近はなんかちゃんと年齢確認ができれば同席でもなんか OK みたいで。なるほど。なんかお酒系
酒って美味しいんですかね。いやーあれはね、まあ一概になんかお酒もね種類があって、その酒本体ってただのアルコールの味しかしない、それをどう味付けてるかってだけなんで、例えばなんかカルピスサワーとかはカルピスの味ですみたいな。なるほど。まあそのなんか今年になるんであれなんですよ、お酒飲めるんですよ。ああ今年まあ飲める身からするとあんまりね、あのお酒飲みましょうってね誘うものでもないんですけどね。なるほど。なんか仕事の付き合いとかに飲まなきゃいけないよとは親に言われたりするんですか。そうですね、まあ飲まなきゃいけないっていうかね、まあ最近はなんかその結構なんて言えばいいですかね、ネットでも推奨してますけど、飲めない人は飲まなくてもいいよみたいなね、そういう世の中になってきてるんで、なんかその飲み会で酒を飲まなくちゃいけないのがなんかアルハラっていうのに引っかかるんで、アルコールハラスメントみたいな。まあでもたしなむ分にはね楽しく飲めるんでいいんじゃないですかね。なんかそれをねなんか強要されて、自分のあんまり好きでもない、例えばね結構ビールが嫌いな人とかいると思うんですけど、味が苦いとかね、そう、なんかそういうのをなんか初めはビールじゃないとダメでしょうみたいなね、そういう人とかもいるんで、そういう飲み方はねなんか良くないと思うんですよね。なんかその最初の乾杯はビールじゃないとダメだとかね、なんか昔ながらの風潮はあるんですけど、もしなんかイメージとしてお酒をさ、なんかビールの後に飲んでるイメージがありますね。自分のおじいちゃんもそうでした。なんか昔からそういう風潮なんです。なんかビールが一番初めみたいな。まあでもなんか酒を慣らしてくんなら、慣らしてくっていうかちょっと飲んでみたいなって気持ちがあるんであれば、なんか最初はなんかほろ酔いとかね、なんか 3% みたいなやつから飲んできゃいいんじゃないですかね。あの飲んでみたいんであればですけど、これはね別にあのお酒勧めるわけじゃないですけど、ちょっと飲んでみたいなって時はね割とありです。あの先日あのな秋が来たみたいな動画出したじゃないですか。あ、出しましたね。イカマンと肉まんを一緒に食べるのはなんか美味しそうに見えたんで自分もやってみたんですよ。昨日、あ、実際にミーターあったんで、はいはいはい、めっちゃ美味しそう。いや結局ねなんかお酒はその、はい、なんか味が濃いものがねめっちゃ合うんで。あ、そうなんですか。そうそう、なんで普通になんか塩辛いものとか、あ、ですね、そういうのとか一番合いますね酒飲むんなら、ただあんまり甘い酒とはね、まあ本当お酒今ピンキリなんで、度数弱いやつだと本当ジュースと勘違いするぐらいの、そんな薄いやつもあるんですね。そう、なんかただ甘いだけみたいな、全然飲んでもアルコール感が出ないよみたいなのもありますんで、まあ、徐々に飲んでってみればいいと思います、酒に関しては。なるほどなるほど。これも時効だから話してもいいかもしれないですけど、結構田舎だとね、あのなんかちっちゃい頃にちょっと一口飲まされたとかね、そういうのあるんでね。うん、なんかあんまりこういうことをね、たまに聞きますけどね、もう時効なんで、もう何十年も前なんで時効ですけどそういうのがあるんでね。なるほど。まあ一つ言うとしたら、はいはい、あの二十歳になってから皆さん飲んでくださいこれだけは言っときます。それは間違いないですね、はい、あの話します、あの新企画の。ああそうそう、さっきねちょっとこの今の対談動画を撮る前にちょっと話してたんですけど、はい、そう、なんか昔ねその YouTuber、 オセロニア YouTuber みんなで集まって大会しましょうみたいなね、そういう企画がね昔あったんですけど、はいはいはい、ああいうのやりたいっすね。確かにみんなでワイワイするの絶対楽しいですよ。僕はそう思います。
なんかそれの先駆けとして、なんか今今回はこうやってね2人で喋ってますけど、他にもゲスト呼んでね、なんか3人とか4人で対談しながら、なんかチーム戦とかしても面白いかなみたいな、例えばですけど、面白いですね、2人、まあ疑似ダブルスみたいな感じでしょうね、まあイメージで言うと。あ、なんかあの上さんがたまに上げてますよね、なんか誰と誰がタッグでやるみたいな。そう、ああいうのをねできたら楽しいですね。あ、楽しいと思います。それの最終目標として、なんかそのオセロな YouTuber 集めた大会がまた開けたらいいなと思ってたんですけど、なかなかね、なんかあの自分のあの力だと全然集まらないので、ちょっといろんな人に声かけてちょっと企画しようかなと思ってます。あんまり確かに乗り気じゃない人いますもんね。そうなんですよ、結構ねコラボってね、あの吉原氏でね、なんかやりたい人はやりたいって言うんですけど、なんか否定派の人もいるんでね、ちょっとこれはね、あの難しいラインではありますね。確かに確かに、自分としてはガンガンやっていくタイプなんですけど、やるってなったら。そう、あの自分もね、ぶっちゃけそのなんかコラボって別にあのメリットはあってもあんまりデメリットってない気がするんですよね。そんなに、なんかこの人とコラボしたらっていうなんかデメリットはそんなにない気がする。まあ人によってはなんかあのすごいいろんな人になんか悪口ばっか言ってるみたいな、そういう人とかだとコラボするとなんかあいつとコラボすんのかみたいなね、そういうのは起こるかもしれないですけど、基本的にそんなにデメリットはないと思うんですよ、コラボする上でも。心当たりありました。大丈夫。ちょっと心当たりがある人がちょっと一人いたなと思って。いや全然あのピーとか入れますよ。もし名前出すんだろう。なるほど、確かに。どの人だろう。どの人だろうな。どの人のこと言ってるんだろうか。あの人はガンガン出してもらって大丈夫ですよ。めちゃあまりそう気にしないんで。ああ。これはちょっとなんかなかなかグレーなライン行く気がする、この人は。誰だろうな。はじめの頭文字は何ですか。え、ヤンパンさんの頭の中にいるんですか、そういう人は。いや、僕は特にいないですけど。一人強いてあげるんなら、まあ、はい、まあ、うん、いないこともないかなっていう。あ、いないこともない、なるほど。まあ、強いて言うならですね。はいはい。あれ？誰だろうな。なんか最近ね一人ねなんかいましたけど、なんか僕の中だと一人いますけど、まああえて伏せときましょう、名前は。確かに、まあそうですよね、個人が特定できるのはちょっと YouTube 的にもよろしくないけど。そうなんですよ。腕は鈍っていなくて。ですよね。やばい、今対談してる間一銭も勝ってないぞこれ。ちょっと待って、今ねちょっとあのくさびデッキが流行ってるんで、あの昔流行ったあの蘇生型のディートリヒ使ってるんですけど、あれですか、あのなんだっけ、あのなんだっけ、ラファエルのやつか。そうですね、全然勝てないですね。なるほど、もう普通に自分混合でやってました。なんとか勝ちたいんですけど。あ、ちょっと一つ質問いいでしょうか。ちょっとね、あのここらでちょっと確信をつく質問をしたいんですけど、あのズバリですね、はいはい、あのゲーム影さんからして、はい、結構毎日シズマがっつりやってるじゃないですか。やってますね。
そのシズマをずっと続けられる、なんかそのモチベーションの理由とかってありますか？なるほど。あ、それね、すごくよく自分も言われるんですよ。なんでこんなにオセロニアやってるんですかみたいな。あ、結構。結構自分ってあの一回ハマったら抜け出さないタイプなんですよ。まあ、結構一つのことに熱中しちゃうタイプですね。そうですね。一回ハマるとマジでやっちゃうタイプなんで、なんかスプラトゥーンとか。ああ。はい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 。でもなんか受験が原因でやめてみたいな。それが今スプラトゥーンからオセロニアに変わっただけってのもありますし、やっぱただそれだけって理由だとちょっとシーズンマッチってなんか言い方変えるとなんかストレス我慢みたいなところありますよね。そうなんですよね。なんかね、あのシーズンマッチって結構難しいっすよね。あのすごいなんかまあずっと勝てるとかずっと負けるっていうのがないんで、まあでも負けがだんだん重なってくるとやっぱりどうしてもね、人間なんでイライラしたりとか。そうっすよね。やっぱそういうのありますよね、人間ですか。そう、難しいっすよね。でもまあそれをね、俺も一時ずっとなんか1ヶ月2000とか2000後半ぐらいとか沈ましてましたけど、なんかやっぱ1000超えたぐらいからちょっとなんかちょっと嫌になってくるんですよね、気持ち。なるほど。確かに。それも分かるんですけど、やっぱ続けられてるのは自分がそのハマったら抜け出せないタイプっていうのと、まあ、もう一つあるのが、僕だと動画じゃなくて配信勢なんで、ああリスナーが来てくれて、なんかそれで話をしてたらその場が和むみたいな、んていうんですかね、あんまりそのリスナーと話してたらイライラし、そういうところは正直あります。ですね、やっぱね、あの配信って結構、配信っていうかその視聴者ってあのだいぶ支えになるっていうか、そのコメントとかがあるからまた動画上げようかなっていう気持ちになるじゃないですか、どうしても。ああ、それはわかります。すごくやっぱコメントしてもらえると嬉しいですよね。そうなんですよね。そういうのがねあるから普段も頑張れるんですけど。確かに確かに。そう、最近なんでね、あんまりその視聴者の期待に応えれずに動画を全然上げてなかったんで、ちょっとそろそろ頑張ろうかなと最近は思ってますわ。なるほど。なんかあれですね、やっぱ YouTube って難しいっすね。難しいっすね。なんかね、あのなかなか継続が難しいんで、まあこればっかりはね頑張るしかないっすね。とりあえず1万人目指して頑張りたいなと思ってます。なんとか年中行きたいんですけどね。確かに。やったらね、やっぱり視聴者も嬉しいと思うんですよ。うちは結構登録者増えると喜んでくれるんですよ、リスナーが。そういうのがいいっすよね、やっぱり。喜んでくれるんで頑張っていきましょう。頑張りましょう。あー、ちょっとまずいの食べいやー、そこ行ってくるか。はぼちぼち時間も経ってきましたんで、まあね、そろそろ、まあこれ一応自分後半にさせるか差し掛かって、差し掛かってます。ちなみにこの試合は自分も多分この一手で終わるか次の一手で終わるかぐらいですね。なるほど。そうっすね、ここで決めたい。てかこの対談をしてからマジで一戦も勝ってないですね。やばい。いや、マジっすか。これは勝てそうですか。ちなみにこれは勝てそうですね。 1,2,3,4 3,000。 あ、これは勝てたかな。微妙だな。なんか飛ぶかなこれ。あ、行きました。よかった、勝てた。勝てた。マイティア通りや、これ。ちょ、まずい。
これ耐えれば勝てそうだけど。ああ、大ちゃんありがとうございた。これは死んだわ。とりあえずね、あれですわ。近々、その、さっき言ってた、YouTuber 大会も面白いとは思うんですけど、とりあえずね、それの足がかりとしてちょっとね、今自分が計画してるのは、ちょっと大物、はい、某大物 YouTuber M さんとね、ちょっとコラボしたいなと思ってるんで、ちょっと、すごいじゃないですか。いけるんすか。誰とは言わないですけど、はい、あと M さんにね、ちょっとコンタクト取ってね、その時はぜひとも一緒にさせてください。マジですか。誘います。ちょっとうまくいけばなんですけどね。ちょっと M さんちょっと今動画撮ってるか分かんないんで、多分名前を出したら誰もが知ってるあの M さんですね。伝説の方ですよね。伝説の方ですね。ちょっと呼びたいなと思ってるんで。確かに面白そう。伝説の M さんとの対談動画でも撮りましょう。てなわけでちょっとね、割と口下手なんでね、うまいこと雑談できてなかった部分もあるんで、ちょっと申し訳なかったんですけど。なるほど。いやいや、自分の方が喋ってなかったと思うんです。こういう企画ね、すごい楽しいなと思って、なんかその YouTuber 同士でなんかその競争もいいんですけどね、なんかお互いに高め合うみたいなのもねいいかなと思うんで、はい、なんかそのオセロニアの YouTuber 自体をちょっとね盛り上げたいんでね、ちょっと今後もこういう企画できたらなと思ってます。はい、はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はねコラボさせていただきましたということでね、最後の終了画面の方にアンパンさんのチャンネルの、おすすめのところに載せておきます。あとは説明欄のところにも URL 貼っておきますということでね、総合チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたしますということでね、ありがとうございました。ありがとうございました。てなわけで自分のチャンネルにも載っけときますんで、はい、皆さん両方とも見てください、はい、両方ともね、片っぽ見たらもう片っぽも見てもらうようによろしくお願いします。ありがとうございました。Shop.